今からリンゴ酢ビオフェルミンダイエットを始める方も、すでに取り組んでいる方にも聞いてほしい、めちゃくちゃ有益な情報をすべてまとめました。リンゴ酢ビオフェルミンダイエットの完全攻略動画です。そして動画の後半では、私が考案した最強のダイエットのレシピを実演を交えてご紹介しますので、必ず最後までご覧くださいね。毎朝10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？下腹ぽっこりで足元が見えない、ウエストがゴムの洋服ばかりになってきた、毎日スッキリ出ない、体重が増えて足腰に痛みが出てきた、健康診断のたびに血圧や血糖値、コレステロール値が上がって薬の量が増えてきた、ずっとこのままでいるなんてもう絶対に嫌ですよね。安心してください。そういった悩みを全部解決する方法をお話します。これからお話しする内容を実践することで、私や私の生徒さんたちのように3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、血圧や血糖値の薬を卒業することができた、このようなすごい結果をあなたも手に入れることができます。しかも超簡単でコスパも最高なんです。それってどんな話って思いますよね。リンゴ酢ビオフェルミンダイエットの全てがわかるこの動画の流れを簡単にお伝えしますね。1、リンゴ酢ビオフェルミンのダイエット効果について解説していきます。2、リスクについて解説します。これ知らないとね、逆に太ったり健康を害してしまう危険性があるので絶対に見逃さないでくださいね。3、実際に私が取り組んでいるリンゴ酢ダイエットのレシピを実演でご紹介します。すんごく簡単でコスパが良い方法なので、聞いたらすぐに取り組めます。ぜひ見逃さないでくださいね。4、リンゴ酢ビオフェルミンダイエットの Q&A です。実際に取り組む上での疑問や、やってみたけどなかなか痩せないのはなぜですか？といった、これまで私がご相談を受けた生の疑問にお答えします。これを聞くことであなたの疑問や不安が解消されます。ぜひお楽しみに最後までご覧くださいね。以上が今回のお話の流れです。そして実は今回これを動画にするのはすっごく悩んだんですけど、過去の私の黒歴史についてお話しします。今よりも10キロ太っている姿や、ひどい肌トラブルの経験をした時のすっぴんを初公開します。なぜこんなことするのかっていうと、私は今からお伝えするダイエット法で顔が見にくく変形するほどのひどい肌トラブルも改善して、人生最後のダイエットにすることに成功したんですね。これから実際にご覧いただくことで、あなたが一歩踏み出す勇気とか、これなら私にもできるかも、そんな気持ちになってもらえたらとっても嬉しいからです。一日も早くダイエットを卒業していきましょうね。こういった話を今後も見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録と隣のベルマークの通知ボタンをクリックしておいてください。では早速リンゴ酢ビオフェルミンのダイエット効果について解説していきます。結論からお伝えすると、リンゴ酢とビオフェルミンを一緒に飲むと、お互いが持っているダイエット効果が倍増します。この一緒に飲むってところがポイントなんです。もちろんリンゴ酢だけでもすごいダイエット効果があるんですね。例えばリンゴ酢の酢酸という成分のおかげで、腸の蠕動運動が活発になって、1、脂肪の分解燃焼、2、脂肪の蓄積を抑える、3、血糖値の急上昇を抑える、4、便秘解消、5、カリウムによるむくみ解消、6、ポリフェノールによる代謝アップ、7、コレステロール値を下げる、8、食欲を抑える。こんなにたくさんのダイエット効果があるんです。さらにリンゴ酢のダイエット効果や美味しいレシピなどを詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧くださいね。そして一方のビオフェルミンは整腸剤ですから、下痢にも便秘にも効くと言われています。なぜかというと、ビオフェルミンは痩せ菌と呼ばれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含んでいる製品です。なので薬のように無理に腸の動きを止めたり促したりするのではなくって、善玉菌の力で腸内環境を整えてくれるからなんですね。どちらかというと薬というよりサプリメントに近いと言えますよね。なので毎日服用しても OK ですし、腸内環境が良くなって便秘も解消できますから、これは嬉しいですよね。さらにお腹周りもすっきりして体
体重が落ちるだけではなく栄養の吸収力がアップします。そして腸活の専門家の観点から見てもダイエットというのは腸内環境が大きく影響するんですね。他にも腸内環境が整うと美肌や美髪とかメンタルが安定するとか嬉しい効果がたくさんあるんですね。ここからなんですけど、このようにリンゴ酢とビオフェルミンは嬉しいダイエット効果があるんですが、それぞれ単品で摂取するよりも一緒に摂るとダイエット効果がさらにアップするんです。例えばチューリップの球根を植えて、それから水をあげないとチューリップの花は咲かないですよね。咲かないどころか枯れてしまいます。ここで言う球根がビオフェルミンで水がリンゴ酢の例え話なんですけど、痩せ菌と言われる乳酸菌などの善玉菌を含んだビオフェルミンを飲んでも、その菌が育つための餌となる栄養素がないと生き残れないので、せっかく摂取しても痩せ菌たちがいなくなってしまいます。逆にリンゴ酢だけ飲んだとしても、そのリンゴ酢の酢酸を食べて増殖する痩せ菌たちがいなければ飲んでも意味がないですよね。なんとなくイメージできましたか？ビオフェルミンの善玉菌はリンゴ酢の酢酸を食べるからこそ増えるんですよね。しかもデブ菌と呼ばれる悪玉菌をやっつけながら善玉菌の数をどんどん増やして腸内に住み着いてくれるという、この相乗効果がイコールダイエット効果なんです。このようにリンゴ酢ビオフェルミンダイエットとは、この2つを掛け合わせるとさらにダイエット効果がアップすることが分かったところで、リンゴ酢ビオフェルミンダイエットのリスクについて解説します。これがめちゃくちゃ大事なんです。腸活ダイエット整体師としてリンゴ酢ビオフェルミンダイエットを始める前にお伝えしたいことがあります。これを知らないと逆に太ったり健康を害してしまう危険性があるからなんですね。なので今からお伝えするリスク注意点もしっかり聞いてくださいね。これから衝撃の真実をお伝えします。実は私はビオフェルミン飲んでないです。あれだけいいって言っておいてなんでやねんと突っ込みたくなりますよね。いやいや待ってください、それには訳があるんです。私はわざわざビオフェルミンを購入しなくてもリンゴ酢とある食材を組み合わせるだけでコスパも最高で、さらにダイエットや健康効果の高い方法を実践してるからなんです。ビオフェルミンは確かに善玉菌は取れるんだけれども、添加物も入ってるんです。これらの添加物はもちろん安全基準は満たしているかもしれませんが、添加物は所詮添加物ですよね。時々調子が悪い時に飲む程度であれば体には害はないとしても、毎日飲み続けている場合には全く体に害がないとは言い切れません。なぜなら添加物は少なからず内臓に負担をかけるものだからです。例えばデトックスを担っている肝臓に負担をかけたり、代謝アップに必要な栄養を添加物の解毒に使えてしまう可能性があります。内臓が元気に動かないということは代謝が下がるわけですから、逆に太ってしまいます。このようにビオフェルミンは体にいいものだけで作られているわけではないんだということをあなたに知っていただきたいんです。そしてもう一つは、あなたの内臓そのものに運動させて基礎代謝を上げること、これが一番効率がいいダイエット法です。そのためには内臓に運動をさせることイコール腸の蠕動運動を活発にさせるために必要な食物繊維を一緒に食べることが大事なんですが、ビオフェルミンなどの整腸剤だけ飲んでも腸の蠕動運動を活発にすることはできません。なぜだと思いますか？整腸剤だけでは食物繊維が十分摂取できないからです。食物繊維をよいしょよいしょと押し出す運動が蠕動運動イコール内臓の運動になります。これが一番効率がいいダイエット法です。あなたがウォーキングするよりも内臓に運動をさせる方がもっとカロリーを消費するからです。それに整腸剤って美味しくないですよね。美味しくないとつまんないって思いませんか？私は生きてる間に美味しいものをいっぱい食べたいです。あなたもそう思いませんか？美味しいものをいただくときって、幸せってなりますよね。以上、私がビオフェルミンを飲んでいない理由をお話ししましたが、じゃあ具体的にどうすればいいのって思いますよね。ではここから私が実際に取り組んでいるビオフェルミンよりもダイエット効果を倍増させる、しかもコスパ最高
効の方法をご紹介しますので、最後までご覧くださいね。結論から言うと、ビオフェルミンよりもダイエット効果を倍増させるためには、リンゴ酢と一緒にビオフェルミンの代わりに、普段の食事で乳酸菌などの善玉菌を含む食物繊維を食べることです。そうすればビオフェルミンを飲まなくても、あなたは痩せ菌を増やして蠕動運動を活発にすることができて、結果的に脂肪をどんどん燃やして健康で痩せることができます。では善玉菌を多く含む食物繊維とプリの食べ物って何だと思いますか？それは発酵食品です。そこでここからはリンゴ酢と食べ合わせると痩せる、私がおすすめの善玉菌を多く含む食物繊維たっぷりの発酵食品を5つご紹介していきます。簡単でコスパも最高のレシピを今から実演でご紹介しますので、ぜひご覧いただきすぐに作ってみてくださいね。善玉菌を多く含む食物繊維たっぷりの発酵食品、一つ目は納豆です。納豆に含まれる納豆菌は腸内で善玉菌として働いて、他の善玉菌を増やす働きもあります。加えて食物繊維、マグネシウム、オリゴ糖といった腸にいい栄養が多く含まれています。特に納豆に豊富な水溶性食物繊維は腸の動きを良くしてくれるんですね。またタンパク質やビタミン、ミネラルなど、その他の栄養もたっぷりなので、健康面でもサポートしてくれる神食材なんですよね。納豆は発酵時に空気中の乳酸菌が入って増殖するんですが、今は乳酸菌を加えた乳酸菌納豆っていうのもあるんですよね。この乳酸菌納豆 1g 中に数十億個の乳酸菌が含まれているんです。これってすごい数だと思いませんか？こういった納豆を選ぶのも丸ですよね。ではここからマイナス10キロリバウンドなしの私が実際に毎朝取り組んでいる最強のレシピをご紹介しますね。材料は納豆1パック、純リンゴ酢大さじ1。たったこれだけって思うかもしれませんが、痩せる材料の選び方や作り方があるので、このポイントをしっかり押さえてくださいね。では今から実際に作っていきますね。今回使うこちらの納豆は国産大豆、北海道の雪誉れ大豆のひきわり納豆ですね。3パック入りで138円でした。なので1パックあたり3で割るとだいたい46円ぐらいですね。そしてスーパーでよく見かけるこちらミツカンの純リンゴ酢は 500ml で469円でした。これがだいたい500円前後としたら、1ml あたり1円ということで、この大さじ1って 15ml なんですよね。ということは大さじ1あたり約15円ということで、納豆1パックが46円、純リンゴ酢大さじ1で15円、なのでトータルたったの61円。一般的に言われているリンゴ酢ビオフェルミンダイエットにかかるコストは、リンゴ酢と天然水とビオフェルミン適量なので、だいたい180円前後って言われてます。私のレシピはその3分の1のコストで済んじゃいます。今回ひきわり納豆にした理由があるんですけど、ひきわりの方がね、大豆が砕けている空気に触れる面積が増えるから、栄養がね丸ごと粒の納豆よりもいいというデータがあったので、どうせだったら栄養がある方がいいなと思って買ってみました。ただそんなに栄養面での大差はないそうなので、どちらにするかはお好みでいいですよ。それよりも大事なのは、納豆をね食べる前に常温に戻しておくことです。なぜかというと、血液サラッサラ効果の期待できる成分である納豆キナーゼが活性化すると言われているからなんですね。血液がサラサラになれば、栄養や酸素が細胞の隅々まで届くので、代謝が上がって痩せやすくなりますよね。なので私は納豆を食べる15分から20分前ぐらいに冷蔵庫から出して常温に戻してます。では開けますね。これ皆さん注意ですよ、この天ぷらのタレは使わないでくださいね。なぜだと思いますか？納豆のタレには人工甘味料や化学調味料などの添加物が含まれている場合が多いからです。添加物を摂取すると、先ほどお伝えしたように臓器に負担がかかり、代謝が落ちて太ったり、健康を害してしまいます。こういったものを食べ続けてしまうと、味覚異常になってますます太ります。なので私は添付のタレは処分します。あなたも原材料をチェックして添加物入りであれば気をつけてくださいね。では純リンゴ酢を大さじ1入れていきます。そして100
回くらいかき混ぜて泡立ててから食べています。これがまたクリームのようになってめちゃくちゃ美味しいんですよ。納豆のネバネバが苦手な方もクリームのようになって食べやすいと思いますよ。私は純リンゴ酢納豆のおかげで今ではマイナス10キロリバウンドなしで1週間出ないくらいひどい便秘からも卒業して毎朝お腹すっきりで快調です。善玉菌を多く含む食物繊維たっぷりの発酵食品、2つ目はぬか漬けです。発酵食品の王様と言われるほど素晴らしい発酵食品なんですね。なぜかというと一度に乳酸菌、酪酸菌、酵母菌など多くの善玉菌が摂取できます。特に酪酸菌を食品から摂取しようとすると酪酸菌を含む食品はぬか漬けと日本人にはあまり馴染みのない植物性の発酵液につけた豆腐を揚げたり蒸したりした中豆腐くらいなのでぬか漬けはもう絶対食べた方がいいと思いませんか？ぬか漬けは漬けた直後はね 1g あたり100万個ぐらいの乳酸菌なんですね。それが熟成するとね10億個以上に繁殖するんです。この数もすごすぎるって思いませんか？しかもぬか漬けであればお野菜なのですからそこでしっかりと食物繊維も取れちゃいます。私の定番のぬか漬けはね大根、人参、きゅうり、ピーマン、あとは旬の野菜で今ならカブとかねエリンギも漬けてますね。あとねびっくりされるんですけど青みがかった固めのバナナもぬか漬けにしちゃいます。もちろん皮はね剥いた状態で漬けてくださいね。ということでどれもめちゃくちゃ美味しいのでぜひあなたも漬けてみて感想とか他にもおすすめのぬか漬け食材があればコメントで教えてくださいね。私はリンゴ酢さゆと一緒にぬか漬けを食べるようにしています。では善玉菌を多く含む食物繊維とたっぷりの発酵食品、3つ目は具沢山の味噌汁です。味噌は植物性の発酵食品ですね。例えばヨーグルトなどの動物性のものよりも生きたまま善玉菌が腸に届く率が高くなります。また味噌汁って体を温めて代謝を上げてくれたりここでしっかりとお野菜やキノコ類などの食物繊維の塊のような食材をたっぷり入れた具沢山の味噌汁だともう最高ですよね。私は味噌汁1杯に対して12ゴスをちょこっとかけるのが好きですね。他にも味噌汁のダイエット効果や12ゴスを入れて作る味噌汁のレシピなど詳しく知りたい方はこちらの動画をチェックしてくださいね。善玉菌を多く含む食物繊維たっぷりの発酵食品、4つ目は甘酒です。リンゴ酢と甘酒ってイメージ湧かないけどどんな飲み物って思うかもしれませんがリンゴ酢と甘酒は酢甘酒として健康ダイエットドリンクになって素晴らしい効果を発揮してくれるんです。甘酒は米麹から作られた別名飲む点滴と言われるほどの栄養満点の飲み物です。甘酒の米麹が生み出す酵素によってオリゴ糖が作られるんですね。腸で善玉菌の増殖をサポートするオリゴ糖とレジスタントプロテインという体内で消化されにくい難消化性のタンパク質が含まれています。これが脂質を包み込むようにして排出する働きがあるので脂質の排出を促したりコレステロール値の減少にもなるんですね。甘酒の麹菌には数多くの酵素が含まれていてその中にデンプンを糖分に分解するアミラーゼや脂質を分解するリパーゼがあります。さらに糖質、脂質をそれぞれエネルギーに変えるビタミン B1、B2 も含まれているので体内での代謝をサポートしてくれるんです。糖質、脂質がスムーズに分解できるのは嬉しいポイントですよね。ここからなんですけどリンゴ酢と甘酒の糖質はとっても相性が良くってこの2つを同時に摂ることで糖の消費が促されて結果甘酒による血糖値の上昇が抑えられるのでエネルギーの燃焼を効率的に促してくれます。特に胃もたれや胃痛がある方におすすめです。胃の出口には幽門といって十二指腸につながる部位があるんですけどここの弁が緩んでいると食べ物が胃の中に溜まらずに消化されないまま小腸に送られてしまうんですよね。そこでリンゴ酢を食前に摂取すると胃の中の酸度が上昇して pH 値が下がることで幽門が閉じられます。すると食べ物が入ってきても胃の中に留まるのでしっかり
かり消化されるんです。では早速作っていきますね。材料です。甘酒、米麹で作った無添加のもの 200ml、 純リンゴ酢大さじ1/2。作り方です。甘酒 200ml 入れます。純リンゴ酢大さじ1/2加えてよく混ぜるだけ。簡単すぎますよね。ちなみに気になる味なんですけど、爽やかな甘酸っぱさで美味しいですよ。なので飲みすぎ注意ですよ。こんな風に簡単に作れますので、早速作って飲んでみてくださいね。おすすめの痩せる飲み方は、ホットでゆっくり噛んで飲むと丸です。善玉菌を多く含む食物繊維たっぷりの発酵食品。5つ目は豆乳ヨーグルト。豆乳ヨーグルトは乳製品のヨーグルトとほぼ同量のタンパク質を含んでいるにもかかわらず、低脂質低糖質で過剰摂取に気をつけたい飽和脂肪酸やコレステロールが少ないんです。さらに積極的に摂りたい食物繊維が多く含まれています。植物性乳酸菌と大豆オリゴ糖による便秘の改善効果や、大豆サポニンによる腸の繊毛を縮小させて糖や脂肪の吸収を抑える効果があります。また満腹中枢を刺激し、食べ過ぎ防止にもなります。さらに大豆ペプチドは脂肪燃焼効果がありますし、女性ホルモンと似た働きを持つ大豆イソフラボンが含まれている点も、脂肪燃焼美肌効果など私たち女性にとっては嬉しいポイントですよね。市販の豆乳ヨーグルトに純リンゴ酢入れてもいいですし、実は簡単に手作りできますので、今からお伝えする私のおすすめレシピで早速作ってみてくださいね。豆乳を温めてお酢を混ぜて待つだけの簡単レシピです。では早速作っていきましょう。材料です。無調整豆乳 300ml、 純リンゴ酢大さじ1、これだけです。では作り方です。1、耐熱容器に豆乳を入れて、ふんわりラップをして、500ワットの電子レンジで1分半加熱します。人肌に温まる程度で OK です。2、そこに純リンゴ酢を加えていきます。大きく混ぜて、5分間常温で置きます。コツは、大きく混ぜたら、あまり触らずに、そっとしておくのがポイントです。3、5分置いてやや固まってきたら、まだ水っぽい感じがするんですけど、ここで冷蔵庫に入れて一晩寝かせます。4、一晩寝かせるとスプーンですくえる程度に固まっています。もしより濃厚なヨーグルト感が好きな場合は、キッチンペーパーを敷いたザルで5分くらい水切りしてみてくださいね。だいたい 200g 程度、3分の2くらいの仕上がり重量になっています。以上、ビオフェルミンの代わりになるいつものスーパーで手軽に買えて簡単でコスパも最高の発酵食品のレシピを5つご紹介しました。これならできそう、続きそうって思いませんか？簡単で美味しくってコスパも最高が私のモットーですので、あなたも今すぐ作って感想などぜひコメントで教えてくださいね。そしてここからはさらに重要なお話をしますね。リンゴ酢ビオフェルミンダイエットの Q&A です。すごいダイエット効果は分かったけど、こんな時はどうしたらいいの？とか、もっとダイエット効果や健康効果、美容効果を最大限に活かす方法ってないの？などなど、よくある質問にお答えしていくので最後までご覧くださいね。では早速質問1、他のお酢でもいいですか？はい、お答えしますね。この質問は本当に多くいただいていて、黒酢でもいいですか？とかね。このように健康にいいお酢って他にもたくさんありますよね。もちろんそのお酢が無添加の良品であれば丸ですが、健康で綺麗に痩せたいなら私は純リンゴ酢が一押しです。なぜかというと、リンゴの風味で美味しくて飲みやすいから続けやすいのと、リンゴ酢の中のペクチンが、実はこれも善玉菌の餌になるので、純リンゴ酢がおすすめです。質問に、酸っぱいのが苦手です、お砂糖入れて飲んでもいいですか？これは NG です。白砂糖は血糖値が急上昇して脂肪を溜め込みますし、中毒性があるのでおすすめしません。なので白砂糖ではなく蜂蜜がおすすめです。その理由は、蜂蜜にはオリゴ糖が入っているからです。このオリゴ糖が乳酸菌や酪
クサン菌といった痩せ菌たちの餌になってくれるんですよね。このオリゴ糖を大腸で食べて増殖するので、ますます痩せ菌を増やすことができますよ。でも中には蜂蜜が苦手ですって方もいると思うので、そんな方は蜂蜜以外にもこんな甘味料がおすすめですよっていうこちらの動画もご覧くださいね。質問3、リンゴ酢の1日あたりの摂取量は？1日トータルで大さじ2杯までにしてくださいね。これ以上飲んでしまっては飲みすぎになります。どんなにいいものも、過ぎたるはですよね。大さじ2杯で十分効果があります。なので取りすぎには注意してくださいね。この大さじ2杯の純リンゴ酢で約30円ですから、1日たったの30円で得られるダイエットや健康美容効果ってコスパ最高ですよね。質問4、飲むタイミングはいつがいいですか？ぜひ食中食後に飲みましょう。特に胃腸が弱い方は空腹時の摂取は NG です。酸性が強い飲み物なので胃を痛めてしまう可能性があります。なので空腹時ではなく、お食事と一緒に食中や食後に摂ることをお勧めします。そうすると食事による血糖値の急上昇を抑える効果もアップしますよ。質問5、便秘に効く飲み方ってありますか？ありますよ。もうもし便秘の方はこちらの超香水のフランスの天然水コントレックスとリンゴ酢で割って飲んでみてください。逆に便の緩い方はコントレックスの摂取方でさらに緩くなってしまう可能性があるので気をつけてくださいね。コントレックスには便秘薬と同じようにマグネシウムが豊富に含まれているので便秘改善には超おすすめです。このコントレックスを使ったリンゴ酢ダイエットの効果やレシピなどもっと詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧くださいね。質問6、痩せる飲み方はありますか？あります。それはホットで飲むことです。冷たくして飲むと腸を冷やして代謝が下がってしまって逆に太ります。必ずホットで飲んでくださいね。質問7、おすすめのリンゴ酢ってありますか？あります。おすすめはこのような純リンゴ酢です。ここは本当に大事なポイントなんですけど、大前提として無添加の純リンゴ酢が一番です。その理由は、せっかくリンゴ酢を飲んでもお砂糖や人工甘味料など余計な添加物がたっぷり入っているものは逆に太るし健康も害してしまいます。例えば同じ蜜柑のリンゴ酢でも、こちらは太る元果糖ブドウ糖液糖や砂糖などが入っています。ましてやコンビニなどで見かけるこのようなパックのリンゴ酢ドリンクは人工甘味料がね4つも入っています。特に人工甘味料はますます甘いものが欲しくなる中毒性が高いので要注意です。いやいや気をつけてって言われても、じゃあどうすればいいのって思いますよね。痩せる純リンゴ酢の選び方は簡単です。裏の原材料名を見てくださいね。原材料がたった一つだけの国産のリンゴ果汁 100% のみで作られた純リンゴ酢を選びましょう。例えばこちらのミツカの純リンゴ酢やイオンの純リンゴ酢、どちらも原材料はリンゴ果汁 100% です。このようにどこのメーカーのものでも OK です。質問8、自分に合う成長剤の選び方はありますか？私としてはこれまでお伝えしたように、成長剤よりも善玉菌と食物繊維を多く含んだ発酵食品がおすすめですが、仕事の付き合いとか家族との外食が続くなど、どうしても成長剤のお世話にならないといけないのであればを前提に、あなたに合った成長剤の選び方についてお話しますね。数多くある成長剤は腸内環境を整えるのが目的ですが、ポイントはあなたの状態がどちらなのかによります。主に2つのタイプに分かれます。タイプ1は食生活の乱れが気になる方ですね。要するにデブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさんいる方ですね。次にタイプ2は便秘や軟便、いつも腹部が膨満感でお腹の調子が気になっている方、こちらは腸の動きが悪い方ですね。あなたはどちらのタイプですか？ここからはそれぞれのタイプに合った整腸剤をお伝えします。タイプ1の食生活の乱れが気になっている方、要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になっている方、このタイプの方は新ビオフェルミン S 錠になります。この整腸剤にはビフィズス菌、
フェーカリス菌、アシドフィルス菌という菌が配合されていて、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。では次にタイプ2の便秘や軟便、いつも腹部が膨満感でお腹の調子が気になっている方、このタイプの方はビオ3排除になります。こちらは乳酸菌、酪酸菌、糖化菌が含まれています。これらの善玉菌がお互いにそれぞれ助け合って善玉菌を増やす効果があります。特にいい仕事をするのはこの酪酸菌です。あなたの腸の動きを活発にしてくれる作用があります。ただ腸内細菌の種類やバランスって人それぞれなので、実際に1ヶ月程度は試してみてご自分で体感しないと効果は分かりません。もし飲んでいても効果を感じなかったという方はあなたに合っていないのかもしれないので、その時は違う菌が配合された整腸剤を試してみるのもいいですね。これでよりあなたに合った整腸剤を選ぶことができます。ただし整腸剤だけに頼っていても健康で綺麗に痩せることはできませんよね。ここまでこの動画を見ているあなたなら何が一番効果的なのかはもうお分かりになっていますよね。質問9、リンゴ酢ビオフェルミンダイエットをしているけどなかなか体重が落ちません。なるほどですね。もしかして太るリンゴ酢を使ったりとか太る飲み方をしていませんか？一度基本的なところを見直してみてくださいね。また腸内環境を変えるということは根本的な体質改善ですから、最低でも3ヶ月から4ヶ月は必要なんですよね。もちろんもともと腸内環境がいい方はもっと早く効果が出る方もいらっしゃいますよ。私の生徒さんも最短で1週間でマイナス3キロとか、1ヶ月でマイナス3キロとか、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、ウエストマイナス35センチとかね、このように腸内細菌の種類やバランスは人それぞれなので違いが出ますが、大切なのは続けることです。また暴飲暴食や夜更かしはやめないけど、リンゴ酢や整腸剤の力で何とかしてもらおうって、それはさすがにね、リンゴ酢や整腸剤から何とかしてって言われても厳しいなーって声が聞こえてきそうですよね。なのでなかなか効果が出ていない方はこれまでの生活習慣を見直していくことが必要かもしれませんね。質問10、リンゴ酢で歯を痛めませんか？痛めることはあります。例えば1日に何枚も飲んだり、薄めずにそのまま飲んだりすると酸性が強いので歯のエナメル質が傷つきます。特に飲んだ直後にすぐ歯磨きなどはしないようにしましょうね。心配な方は水で口をすすぐなどしてケアしていきましょうね。質問11、下痢でも飲んでいいの？そうですね、腸内環境が悪い方は下痢にも便秘にも両方なります。一般的には便秘になりやすい方が多いんですけど、リンゴ酢やビオフェルミンなどの整腸剤は下痢にも便秘にも良い効果がありますので、必要な方はお世話になるといいですが、逆に調子が悪くなるようでしたら合っていないので無理は禁物です。大切なのは普段の食事から腸内環境を整えることで下痢や便秘なんて無縁の体になることであって、整腸剤のお世話ならないことだと私は考えています。質問12、リンゴ酢ドリンクを水筒に入れて職場に持って行っても大丈夫ですか？その水筒が例えばこのようなステンレス製なら NG です。リンゴ酢は酸性が強いので金属が溶け出してしまって人によってはアレルギー反応を起こすことがあります。なのでステンレス製の水筒や保存容器を使うのはやめましょうね。作ってすぐ飲むのがおすすめです。ここであなたに今回の動画で一番大事なメッセージをお伝えします。それはあなたが40代50代60代であろうと腸活で根本的な痩せ体質に生まれ変わることができますよっていうことです。おそらく今回の動画を見ている方の中には、何をやってもすぐにリバウンドの繰り返しで、ジムで運動頑張っても食事量を減らしても昔のように痩せなくなった、年齢的に20代の頃の痩せていたあの体型に戻すのはもう無理なのかなとか諦めてしまった方もいるかもしれません。でもそれはあなたがお悪いんではないんですね。過去の私と同じようにあなたの腸内環境が悪いだけなんです。これまでお伝えしたダイエット法を知らなかった頃の私はこのように今よりも10キロ太っていて、スリムで綺麗な友達と自分を比べて落ち込んでいました。また腸を汚す悪い生活習慣で、それは毎食小麦製品とか添加物や体を冷やすようなものを食べたり飲んだりしていたんです。例えば当時の私の1日の食事は、朝は菓子パンとプリンやゼリー、そこ
こに加えて冷たい牛乳と白砂糖たっぷりのカフェオレ一気飲みしたり、昼はマーガリンを塗った食パンに添加物たっぷりのハムやソースを使ったサンドイッチで、夜はパスタだけなんて、今話しててこんなひどい食事だったなって思い出してゾッとしていますけど、他にも睡眠不足やストレスなど腸が嫌がることばっかりしていたんですよね。そりゃ太るよねって思いますよね。これが太るだけじゃなくって体調にも悪影響が出ていたんです。原因不明の微熱が続いたり、顔の肌がもう異常に痒くなった後に決まって顔中水泡だらけになっていくんですよ。でこれがたまらなく痛いんですよね。そのうちどんどん腫れ上がって水泡が潰れて、まるで涙を流すように顔中から体液がこう流れ出るという、目も口もしっかり開けることができない痛みと痒みに耐える日々が続いてしまって、なのでもう真剣直したくって皮膚科を何軒もはしごしたり、漢方を飲んだり、運動やエステに通う、もう全く効果なしだったんですね。で当時はこんな醜い自分の写真を撮るなんて1ミリも思えなくって、一番ひどかった時の写真はさすがにないんですけど、こちらが顔の腫れが引いて顔の輪郭もすっきりしてきて、肌の状態がもうだいぶ落ち着いてきた頃のすっぴん写真です。水泡が破けてかさぶただらけだった時の跡が色素沈着して痛々しく残っているのがわかると思います。そんな私に転機が訪れたのが、まさに今回お伝えした腸活だったんです。私はこの腸活に出会えたからこそ、今ではこうしてマイナス10キロ、リバウンドもなしで、薬も一切飲まず、お化粧すらできない状態からおしゃれを楽しんだり、仕事も思いっきりできる状態になったんですね。本当に感謝しています。あなたはいかがですか？運動やカロリー制限だけすればいいみたいな世にあるダイエット法は、あなたの太る体質イコール腸内環境が悪い原因を根本的に解決してくれませんよね。これでは40代以降の女性が健康で綺麗に痩せるのは正直難しいです。ですが今回解説した根本的な痩せ体質へと生まれ変わるためのダイエット法をベースにして、しっかりとご自分の腸内環境を改善することに向き合っていけば、必ず痩せ体質になって健康で綺麗に痩せていきます。確かに1ヶ月でマイナス10キロのような短期間で痩せる魔法はありません。あなたがフォーカスすべきことは、対処療法的なその場限りのダイエットではなくって、あなた自身の内側体質改善です。最低3ヶ月から半年くらい自分の腸内環境と向き合いながら、お伝えした腸活ダイエット法を実践すれば、たとえあなたが40代50代60代でも健康で綺麗に痩せて人生最後のダイエットに成功することは可能なんです。私の生徒さんたちは今回の動画で紹介した方以外でもね、半年で体重マイナス11キロ、脂肪肝で入院宣告されるも腸活ダイエットで見事に入院の人が亡くなった50代女性の方や、3ヶ月で体重マイナス10キロ、二の腕やお腹周りが邪魔して着れなくなっていたお気に入りのワンピースが入るまでスタイルが変わってきた50代女性の方、昔からひどい便秘体質で下腹だけがいつもポッこれが長年の悩みだった60代の女性が、今では毎日便通があってお腹周りもスッキリされて、念願のお腹出しのこうヨガウェアをスリムに着こなすことに成功したり、血圧や血糖値、頭痛やコレステロールの薬を卒業できるほどの腸を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わることによってダイエットに成功した方々がたくさんいらっしゃいます。なのでこの動画をここまで見てくださったあなたも諦めてほしくないんです。このように腸内環境を整えるだけで自然と痩せ体質になって、あの頃の自分を取り戻すことができます。私もこれからもあなたが一日も早く人生最後のダイエットにするための役立つ情報をどんどん配信していくので、ぜひご一緒に美味しく楽しく腸活に取り組んでいきましょうね。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されて、なりたい理想の姿を手に入れたキラキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとっても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからです。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別
カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。なんでこんな有料級の情報が無料なんですか？よく聞かれるんですけど、お伝えしている通り、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなくって、過去の私と同じように太ったり薬の量が増えたりするのは実は腸内環境が悪いのが原因なんだって知らない女性がまだまだたくさんいらっしゃるからです。なので私のチャンネルを見ることで過去の私と同じように悩んでる女性を救いたいって思いがあるから、 YouTube を通じてお届けしています。一人でも多くの方に正しい腸活ダイエットを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってお役立てくださいね。ということで今回はリンゴ酢リオフェルミンダイエットの完全攻略、そのダイエット効果は1、脂肪の分解燃焼、2、脂肪の蓄積を抑える、3、血糖値の急上昇を抑える、4、便秘解消、5、カリウムによるむくみ解消、6、ポリフェノールによる代謝アップ、7、コレステロール値を下げる、8、食欲を抑える、9、栄養の吸収力がアップする、10、デトックス力がアップする、11、腸内環境が整う、12、免疫力の向上、13、美肌、美髪、14、メンタルが安定する。ビオフェルミンの代わりになる食べ物は1、納豆、2、ぬか漬け、3、具だくさんの味噌汁、4、甘酒、5、豆乳ヨーグルトなど、善玉菌と食物繊維がたっぷり入っている発酵食品、そして純リンゴ酢を1日大さじ2杯、食中や食後にホットで先ほどの発酵食品と一緒に摂取すると腸内環境が整って健康で綺麗に痩せるダイエット法をお伝えしました。最初から完璧を目指す必要はありません。大切なのは続けることです。一つからでも OK、 できることから続けていけばあなたも半年後には根本的な痩せ体質に生まれ変わって人生最後のダイエットに成功することができます。そのために私とご一緒にこれからも腸を整えていくことを学んでいきましょう。ということで今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。